こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はクリスタルダンジョン FF 零式連動装備召喚新ガチャ性能解説していきたいなと思います。はい、ということで、いつも通りですね、ダラダラ解説していきたいと思いますよ。はい、ね、今回唯一のね、今月クリスタルダンジョンなんですよ。零式しかないんだよね、今回。古希の通翼で、いつも あのバフムート零式とかがないので、まあこれなんだろうね、運営さんがフェスで疲れてしまったのか、まああるいはなんだろうね、ベヒーモスとか作るので疲れてしまったのかよくわからないけど、ちょっと減ったよね月2開催から月1になってしまったので、その辺でちょっと物足りなく感じている方もね、いるかもしれませんが、まあ今月は零式頑張りましょうということです。はい、で僕もね、ちょっとこの零式のガチャ期待してたところがあって、何に期待っていうと、ね、最近いろんなガチャで増えてきたクリティカルバフ、クリティカル率 100% にするような、必殺技だったり、それからクイナのシンクロとかね、それからエアリスのシンクロじゃねえな、覚醒であるような一定時間物理攻撃の待機時間短縮っていうね、効果内容ついたもの、その辺ちょっと期待したいなっていうところあったんですけど、蓋を開けてみると結果から言うとなかった、その両方。しかもあとね、クリスタルダンジョンの連動装備召喚ということで、絶対あるだろう、これはさすがにあるだろうと思っていたフルバフね、究極審議にフルバフとかね、てか特定のバフがついてるものも実際存在していたりするんで、するので、今回のガチャでも、まあ、究極審議に、まあ、あるいは新しい覚醒、どっちかにフルバフはつくんじゃないかなって思ってたんだけど、まさかのフルバフなし。すごいね。すごいわ。ここまで予想を裏切ってくれたガチャは久しぶりな気がする。もう、何もかもが、予想を裏切った形。すごいね。これは、運営さんもあえてやってんのか、ポカミスなのかわかんないけど、すごいと思った。はい、ということで、今回のピックアップキャラ、エース、トレイ、デュースということで見ていきましょう。で、今回専用アビリティ、今回デュースにですね、まあヒーラーとして基本的な性能のコンチェルと味方全体使用回復ということで、まあ回復がだいぶね、安定しやすくなるんじゃないかなというところで、まあこれはデュース使いの方は作って損もないでしょうということです。はい、ということで必殺技上から見ていきましょう。まずエース、王のカード、究極ドライレーザー。はい、でこの究極審議の効果内容、まあ、基本的な内容は他のキャラと全く一緒なので、特殊な追撃の話だけしていきます。この特殊な追撃っていうのが、今回が炎属性アビリティ使用するたびに追撃、進撃エース最大3回で、こちらの追撃の内容、炎属性が弱点微弱の敵に対して威力が上がる、限界突破レベル1アップの4回連続の炎属性単体攻撃ということです。これもちろんのこと、限界突破っていう効果が乗っかってくるのはあくまでこの追撃だけの話なので、他のアビリティにこの限界突破レベルプラス1されるとかっていう話ではないので、勘違いなきようにね、しましょう。まあなので結果から言うと、そのこれも追撃自体が3回まで、この4回攻撃ということなんで、あんまりそのなんだろうな、火力感としては期待できないかなと。総ダメージから見るとね、ビビたるものだと思うので、まあ仮にこれ多分前段カンストしたとして、まあ 19,999×4 でしょう。あ、でそこが限界突破レベルプラス1か、でかもうプラス2上がった状態になるので 29,999 か、まあ約3万、3万×4 で12万で、それの3ターン分で36万だね、前段カンストすれば。うん、まあオバフロー奥義一発分ぐらいの火力はあるのかな。うん、まあそれをどう見るかっていう感じなんですけど、まあ実際そこまで火力出るかもわからないので、まああくまで追撃に関しては、このなんだろう、この追撃があるから究極審議を使うっていうレベルでは全くないよね。あくまでおまけ程度の火力感というところに見ていけばいいんじゃないでしょうか。そして英雄戦アビリティの極化、ファイガー RF 回、対象単体に6回連続の炎属性魔法攻撃、括弧3回使用すると威力が上がる、限界突破レベル1アップ。まあこれに関しても他のキャラと変わんないね、基本内容は全く一緒ということで、まあ究極審議これ単品で見てしまうと、まあ言ってしまえば平凡
だね。かなり平凡な内容になっているんで、この究極真理だけ出たからやべえ、俺のエース最強だぜみたいなにはならないです。別にこれが出たからといってでっていうね。あー、まあもともとエースに関してはね、あのシンクロ1が分身が付与されてる時にシンクロアビを使うと ATB 蓄積時間が短縮されるっていうね、ちょっと特殊な ATB 短縮型のキャラだったんですけど、まあもともと強かったからね、まあちょっと火力がないけどね、シンクロアビリティ自体になんか他のキャラみたいにダメージアップ中とか、そういったものがくっついてるわけでもないし、なんかダメージアップのねレジェマテなんか無条件で、ね、炎属性アビのダメージアップとかさ、そういったものがあるわけじゃないので、どうしてもやっぱ他キャラと比べると火力が出にくいっていうところはあったんだよね。他の ATB 蓄積時間短縮キャラと比べてもちょっとエースってまあ火力が出ないっていう意味でね、他のキャラでも一歩後ろみたいなイメージあったと思うんですよ。でこれ究極真理なので、あんまりそのなんだろうな、シンクロとの相性がそもそも良くない、あんまり良くないので、ちょっと悩ましいとこだよね。これエースがさ、シンクロを優先して使うのか、この究極真理を優先して使うのかっていうところなんだけど、まあ場合によりきりかな。結局ね、究極真理とシンクロ併用することは基本ないと思う。普通に究極真理は D 角と併用するか、まあ、あるいは D 角とシンクロを併用するかのパターンになってくると思うんですよね。まあ、長期戦になればね、その D 角、究極真理、シンクロ全部使うっていう場面も出てくるかもしれませんが、まあ短期間での攻略であれば、まあどちらか使ってもまあどちらかでしょうという感じがあるので、まあそうだね、それを考えると、まあシンクロがあるから逆に究極真理わざわざ引かなくてもいいやって発想にもなってくるしって感じだね。どちらかしかないのであれば、どちらかで十分だと思う。正直究極真理の D 角持ってれば別にシンクロをね、無理して狙う必要ないと思うし、シンクロと D 角をすでに持っているのであれば究極真理をわざわざ無理して狙う必要ないのかなっていう、そんな感じだよね。結局究極真理自体の性能評価がそんな感じなので、まあまあただ究極真理と D 角の併用だとやっぱ火力が出るからね、シンクロと D 角併用したパターンよりも単純な一発あたりの火力がね、D 角とそうだね、そんな感じだと思う。シンクロと D 角併用だとやっぱシンクラビ3回攻撃打つって言ってもシンクラビ自体弱いからね、そうなっちゃうと思いますね。なんで超カチカチの敵に相手した場合には究極真理と D 角の方が、まあ、もしかしたら火力出るかもしれないねって感じだし、まあシンクロちょっと ATB 蓄積時間短縮っていうね、行動回数が単純に増えるっていうことを考えると、総合的にはまあどっちが強いんだろうみたいな話になってくるけど、やっぱ強式割れる割れないみたいな問題も出てくるから、場面によりけりだよね。場面によりけりだと思う。格下に本当に格下敵がね、難易度650以下の、ダンジョンになればもう単純に手数が増える。シンクロと D 角の変容の方が火力は上がるかもしれませんけどね、最終的なね総合火力15秒間中の、まあ、DPS というか、まあ、そっちの方が強いかもしれませんが、はい、まあそんな感じです。で、あとエースのもう一個ね、覚醒2が今回実装されたんですよ。でこの覚醒2がですね、なんかフルバフとかさついてくれんのかなと思ったら全然そんなことはなかったね。一応エースってシンクロ2かな、シンクロ2にフルバフがくっついてんだよね。なんでまあそっちでフルバフしてくれよってことなんでしょうけど、こっちは単純に火力を突き詰めたような内容で、チョコボアイモード、まさかのチョコボアイモードね、戦闘とは全然関係ないモードなんですが、炎属性アビリティの待機時間なしにする、炎属性アビリティのダメージアップかっこ大、炎属性アビリティを3回使用時に追撃ギガフレーム、敵単体の13回連続の炎魔法攻撃ということで、これ結構強いと思う。ただ3回しかこれが持ってくれないっていうところが難点だとは思うんだけど、はい、一応うまいこと使ってあげれば相当火力出せるんじゃないかなっていう感じがしてます。まあこのギガフレーム13回攻撃なんでそんなに倍率高くはないと思うけどね、さすがにそんな倍率高くはないと思うので、まあ、過信は禁物ですが、やっぱこの3ターンの間炎属性アビのダメージアップ大っていうところが最近のカチカチのクリスタルダンジョンでは、輝く場面も出てくるのではないかっていう感じはあります。本当の
フェーズ3とかでね、フェーズ3の超カチカチの時に使ってあげたい。フィニッシュとしてね、オラーっつって、最後の3ターン、これで決めるぜ、オラーっていう場面で使ってあげると、まあ輝くんじゃないかなっていう感じがします。ただこれ注意してほしいのは、この3回、ね、3ターン目が終わった後だよね。残りの3ターンに関してはもう、ただ普通の、何の変哲もない、ただの覚醒になり下がるので、そう、最初だけだね。あのスーパーサイヤ人でいられるのはね、いきなりもうそのスーパーサイヤ人モードが切れたらただの人になるので、ここら辺は注意です。はい。でそれから星6戦技、自身の待機時間3ターン短縮する、自身の必殺ゲージ貯める、まあ最近流行りのね、ド定番の星6戦技です。こちらに関しても普通に攻撃してるよりは1ターン分必殺技使えるターンが早まるので、まあタイムアタックにはもってこいということ、それから必殺技の、なんだろうな、併用して使いたいなっていう場面に関して、やっぱ1ゲージ戦技はかなりありがたいものなので、エース使いの方はぜひ狙っていきましょう。で、あとその他ね、まあ、D 角はもう復刻内容なんで、僕の使ってみた動画でも見てください。あんな感じです。それから炎の LB チェーンも実装されてますが、炎の LB チェーン他に実装されてるキャラね、もうすでにね、炎属性のバハムト霊式の時かな、あたりで結構実装されてると思います。ヴィンセントとかかな、確か。そうだね、その辺で実装されたと思うんで、まあそれに、追加されてという感じです。まあエースをアタッカーとして使ってる方は、この LB チェーンも持ってて損はないでしょうということですが、特別必須というわけではないので、おまけで当たったらラッキーだねっていう感じです。はい。それから、お次はトレイの究極神技、はい、中村雄一ですね。究極はキュレートアロー。こちら、まあ、トレイに関しては、まあ、3属性扱える、炎、氷、水属性扱える、まあ、汎用性アタッカーとして、っていう認識あると思うんだよね。で、一応これがシューター覚醒、もともとね、シューター覚醒で、今回の究極モードに関してもシューターアビなんだよね、対象が。シューターアビリティ使用時にもう一回放つので、一応ですよ。属性まとえないけど、闇属性運用もできます、これ。まとえないけど。でもまあ、前のね、動画、バッツかな、バッツで、そう、闇の魔法剣実装された時に、ラビダンにバッツ連れて行こうぜってことで、闇属性運用のバッツの動画出しましたよね。難易度650でも、あんな感じでバッツが使えたってことは、トレイも使えるってことよ。属性まといとか関係なく、サブアタッカーとして。なので、一応これ、4属性対応します。汎用性高いよね、そう考えると。まあ、バッツがね、魔法剣って生と闇も手に入れちゃったから、さすがにバッツと比べるとあれなんだけど、ただ一応ね、属性まといの有無で言うと、バッツがまとえない、氷属性まといができるので、そこで差別化っていう感じになってくると思う。で、一応バッツもやっぱり専用アビがね、5回攻撃とか、っていうこともあったりするので、まあ氷属性だね、トレイってね、バッツと、まあもちろん一緒に使ったっていいんだけどね、トレイとバッツを一緒に使ったっていいんだけど、どちらかしか入れられないっていう場面であれば、まあ素直にトレイは氷属性運用みたいなところかな。まああと単純にシリーズでもちろん活躍してくれるとは思うんですけどね。はい。でこの究極神技の内容を見ていくと、シューターアビー使用するたびに追撃、進撃トレイ最大2回、でこれが、弱点の敵に対して威力が上がる、ダメージ限界突破可能な3属性単体遠距離物理攻撃ということで、まあこれ単純な、まあ、限界突破攻撃だよね。こちらに関しては打点がやっぱ低い、最大で99,999、つまり一発10万しか出ませんので、先ほどのねエースみたいな4回攻撃で限界突破レベル1アップのみたいなと比べると最大火力は低いと思う。まあ、エースのダメージがカンストする前提で話しちゃってるけどね。結局エースの方もカンストしなかった場合にはトレイとそんな火力変わんないからね。まあ、その辺はちょっとタイミング次第ということだし、一応このトレイの限界突破技であれば、強式解除が結構楽になる。であともちろんまだ破竜とかね、倒せてない方にとってみれば、この限界、追撃のね、限界突破ダメージで強式歯が割れるとか、一応そういった利点はあったりするのかな、とは思います。はい、であと英雄専用アビリティの極化の内容ですが、これもともとですね、まあ、5回攻撃で最後の一発だけクリダメがアップするというものなんですよ。まあ正直
風神とかティナの専用アビリティの劣化版だよね。あっちはだって5発目が魔法無視なんだから。そう考えるとただクリティカル時のさらにダメージアップなんてしょぼすぎでしょ。防御無視の専用アビって出てないんだよね、実はね。そういえばなんで専用あれなんだろうね。魔法無視はあるけど防御無視ってないよね。なんでだろうね。そういえばあってもいいと思うんだけどな、防御無視。確かアーロンのシンクロができたと思うけど、そう、まああれも専用アビではないからね、別に出てもいいと思うけどね。なんでだろう。まあトレイにそれ実装しちゃったら結構強すぎな気がするけどね。やっぱ汎用性高いから、三属性の攻撃かつ防御無視だったら強すぎんだろうっていうことで、まあ栗ダメアップっていう感じがするんですが、まあこれも極寒の内容も他のキャラと一緒ですね。3回使用すると威力がアップ、それから限界突破レベルも1アップという内容になっております。まあバッツとかと同じですね。複数属性のアビリティなので5回攻撃っていうところで、やっぱり専門職の方と比べると最大火力が一発分落ちてしまうっていうところが難点かなというところで、まあ今回の究極審議でもともとトライエレメントモードのキャラだったんで、必殺技打った後にアビリティ使わないとまとえないっていうね、弱点があったんですが、今回のトレイに関してはね、この、究極審議自体の特殊効果で、自身に必殺技の発揮属性に応じて、即時まといっていうね、特殊効果が追加されたおかげで、だいぶ使いやすくなったと思う。究極審議打ってから、その後適当にね、覚醒とかシンクロでも、まあ、打ってあげれば、戦ってるうちにどんどん属性まといていくよっていう形になるので、非常に、まあ、楽です。よかったね。はい。それから今回、覚醒3も実装されております。何気にトレイって覚醒1と2すでに出てるんだよね。何気にね。はい。で、このトレイの覚醒3の内容が、一定時間自身のクリダメアップ。これがね、味方全体だったらっていうとこすごい期待してた。今回。味方全体のクリダメアップのレシピキャラだと、この間ね、魔法剣士のガチャで、マキナに実装されたんですよ。覚醒2かな、マキナの。あれがね、あれと似たようなやつが今回のガチャにも多分入ってくるだろうなって思ってたんですよ。トレイに多分来るだろうなと思ってたんだけど、これ本当の肩透かしだね。なのでちょっとマキナのね覚醒スルーしたところあったんだけど、このね結果を見てみるとマキナのあのガチャ引いておけばよかったなって思っちゃった。失敗したわ。ちょっとギリギリまで悩んでたんだよね。フェス裏だったからさ、あれが。それもあって、まあ、霊式の時来るかなと思ってスルーしたら失敗だった。来なかったわ。自分だけだった、トレイ。これ味方全体だったら評価全然変わったのになっていう感じがします。もったいなかったね、トレイね。で、その他の内容ですが、シューターアビリティの待機時間なし、それからシューターアビ使用するために次、トライシュート。で、3回発動時にこのモード解除と。いうことです。で、このトライシュートっていうのはダメージ限界突破可能な物理攻撃プラス自身のシュータービーのダメージ一旦アップということで、まあこれも先ほどのですねエースと似たような感じで、最初の3ターンだけバフがかかるよっていうものになってます。まあ本当に別にこの知的な射手モードいらねえから味方全体のクリダメアップ欲しかったわ。それで全然評価変わったぞ。で、あともちろんね、ジョブダンジョンのシューターのジョブダンジョンが仮に来た時でも、まあトレイ使えたと思うんですよ。シューターももちろん全部物理攻撃になるのでね、クリダメアップのキャラがいればもうほぼ席が埋まるみたいな、席が取れるみたいな感じになるので非常に惜しかった。なんでここで実装しない、フルバフでもよかったけどね、別にね。なんでここで実装しなかったのかな、ちょっと良くないなと思った。ここで実装すれば、僕の中のトレイの評価がうなぎ登りだったはず。もったいない。はい。そして今回トレイの、LB チェインね、シリーズの LB チェイン等も実装されております。で、あとトレイの D 角はもう復刻なんで特に話すことはありません。はい。そして、今回新たな D 角としてデュース、覚醒コンチェルト。待機なしで味方全体限界突破レベル1アップ、特大回復、味方が戦闘不能の場合には戦闘不能から復帰させる、ヘイスト待機時間2ターン短縮。はい、まあ、この辺は普通のヒーラーと変わんないね。ウララと一緒かな、この辺ほぼ。で、その他の内容としては白魔法銀融詩人アビリティ使用するたびに効果の上がる、待機時間短縮、回復量アップ、最大3段階ということで、多分 1.1、1.2、1.3 かな、おそらくね。はい。
で、白魔法義勇詩人アビリティを使用するたびに追撃、恩友の障壁。これが味方全体の主要アビリティの精錬度に応じて最大 HP30% 分までのダメージを無効化するバリアを付与ということで、まあ HP バリアだね。で、まあ、デュースの特性としてやっぱり HP バリアっていうところが、まあ、デュースの最大の特色だと思うので、それが D 角にももちろん付与してくれるおかげで、高難度のね、超火力。最近ラビダン以降はね、もう、フェーズ3に入ると、1万超えのダメージ普通にやってくるからね、連打してくるから1万2000、1万3000とかね、それをこの HP30% のバリアのおかげで、まあ、安全にやり過ごすことができる、踏みとどまるとかしなくてもっていうところが一番の強みだと思います。で、おまけでこの追撃ね、デュアルシフトしてモード2の追撃が味方全体中回復、踏みとどまる待機時間一旦短縮ということで強いね。なんかヒーラーに欲しいもの全部詰まってる感じがするわ。こんだけできれば十分だよね。待機時間短縮しつつ踏みとどまれて、で、なおかつ HP バリアも張れて、義勇詩人アビリティも使えるみたいなところで、魔法パだとかなり強いんじゃないかなっていう気がします。物理だとあんまりね、まあ、クリバフを義勇詩人アビで補ってる方は別ですが、まあ、もう他にね、アタッカーのクリ 100% のキャラであったり、クイナのシンクロとかね、使ってる方であれば、まあ、あんまり物理でデュースを使う機会はないかなとは思うんですけど、魔法パにおいてやっぱアレグロがあるからね、その辺で、まあ、活躍してくれる機会も多いでしょうしね、まあ、ウララとか、そういったキャラでアレグロしてる方ももしかしたらいるかもしれませんが、一応、ウララと似たようなね、ウララもまあ、義勇詩人アビリティ使えたりするからね、その辺がちょっとライバルっていうことになってくるとは思いますけど、まあ、ウララとの最大の違いはやっぱり HP バリアかな。うん。って思います。で、あと今回の新しい覚醒にも相当強いと思う。バフかな？うん。ウララじゃできないバフができるっていうところが強みだね。はい。これ、10年後の未来の話。待機時間なしで味方全体中回復、一定時間、攻撃魔力、精神アップ中。リジェネが待機時間3ターン短縮する、一定時間自身に穏やかな旋律覚醒モードで、こちら、白魔法もしくは義勇詩人アビリティ使用時に追撃回遊のメロディ、使用アビリティの精錬度に応じて回復量が変わる、味方全体回復ということで、かなりこれ強いね。これめちゃめちゃ強いんじゃねえかっていう感じがします。まあ、わかりやすいとこで言うと、ウララの覚醒に似たような感じになってるけど、まあ、ほぼウララ覚醒みたいなもんだよね。ウララ覚醒との違いは、こっちは味方全体中回復で、攻撃魔力精神バフが代わりにくっついてくるよっていう感じですね。はい。まあ、強いよね。かなり強いと。あとあれか。ウララの覚醒の方、踏みとどまるがくっついてんだっけ。で、待機時間2ターン短縮か。向こうは。確か。確か。僕の記憶が確かであれば。最近、チャンウラで言うとシンクロメインで使っちゃってるからね。まあ多分そんなんだと思う。まあ裏に似たようなものだと思っておけばいい。で、一応この攻撃魔力精神バフは割と珍しいタイプのバフ。持ってんのはね、有名どころでギルバートかな。ギルバートがこの手のタイプのバフだよね。ギルバートの、そうだね。で、一応このデュースの、まあやっぱ霊式を意識してんだろうなって気がするんですけど、精神って何のためっていうとレムだよね。白魔法アタッカーということで、白魔法アタッカーだとちょっと精神が盛りにくかったりするんで、このバフはすごい便利だね。ケットシーとかモグのバフとももちろん併用できます、これ。あと、魔法アタッカーの D 角によくついてる魔力&精神アップ台、あれもまあモグとかケットシーと全く同じやつくっついちゃってるからね、なかなか精神上げる手段が少ない中で、こういったものが出てくれるおかげで、だいぶ白魔法アタッカーもやりやすくなるんじゃないかなっていう気がします。なので、まあ持ってて損はないでしょう。これ場面によっては、まだね、バハムート霊式の生存性弱点クリアされてない方は、ヒーラーデュースにすることによって白魔法キャラのね、火力が上がるかもしれませんので、この覚醒を持ったデュースを入れるっていうのも、まあ一向の余地ありなんじゃないかなって思います。まあその他モグかケットシーどっちか入れてやればね、 1.5×1.3 になるので、相当魔力じゃない、ごめん、精神が上がるんじゃないかなっていう感じがします。2倍近く上がるのかな。はい、っていうところで、 あともちろんデュース自体の回復力も上がるからね、精神アップのおかげで。はい、そんな感じです。デュースヒーラーとしてはかなり強いと思う。うん、はい。
ということで、まあ長々と今回もお話ししてしまいましたが、まとめいきたいと思います。このガチャ引くべきかどうか、まあこのガチャについては、まあ冒頭でも言った通りですね、ちょっと予想下回った、なんか最近よく予想下回ったって言ってんな、 FFRK に対していろいろな意味で予想下回ってきたかなっていう。今回のガチャのそもそもの目的が古希の追憶のためのガチャなのはずなんだよね。なんだけどフルバフが誰も持ってないし、で霊式のキャラの物理パにおいてはやっぱりクリバフっていうのは、まあ何人も持ってても別にいいと思うんですよ、選択肢っていうかキャラが多いからっていう中で、クリバフのキャラがゼロっていうね、今回のガチャに限っては。この間の全然、まあ全然関係なくはないけど、魔法剣士のガチャでマキナのね覚醒にクリダメアップがくっついていたっていうパターンなんですよ。なので僕みたいに前回の魔法剣士のガチャスルーしてここまで来てしまった人だと、ちょっと明日のクリダンきつくねって思わなくもない。まあやりようはあるけどね、別にね、他の外部キャラでクリダメアップ持ってくればいいと思うし、今回のそのトレイみたいに、ね、自分でクリダメアップできるキャラもいるし、一応クリ率アップに関してはナインとかも持ってんだよね一応。あるいはまあ物理アタッカーであれば、まあ D 角とかにクリ率アップとかがくっついていたりとか、あとクイーンの必殺技にも確か味方全体のクリ率アップあったような気がするんだよなっていうところで、まあその辺でなんとか頑張りましょうっていうことなんでしょう。ちょっとまあどうかわかんないね。まあ魔法パであればその辺のクリバフとかあんまり関係なくなってくるから、まあどうなんでしょうね。まあデュースの今回の覚醒のおかげで、まあレムの火力が一応はちょっと上がるんじゃないかなっていうところはあるよね。はい、まあ何にしてもちょっと思ったほど特攻になってないぞっていうガチャなので、まあ必ずしも引く必要ないし、足りない部分を補う形になるんじゃないかな。ちょっとエース使いたいんだけど今まで D 角持ってなかったですみたいな人とかね、他は揃ってるけどみたいな、シンクロと覚醒あるけど D 角なかったんだよねみたいな人が、まあ究極審議なり D 角どちらか手に入れるだけでも相当楽になるでしょうみたいな、そんな感じの雰囲気だね。なんで、まあ実際にやってみてちょっと足りないなとか、デュースの回復力ちょっと足んないなと思ったら D 角か覚醒に狙いでね回してみるとか、そんな感じになると思いますね。はい、まあ一応まあ明日はこのガチャ引くか正直わかんないけど、まあとりあえずやってみてからだね。やってみてなんか足りなそうだったら引こうかなとは思うけど、で物理と魔法どっちでやろうかなとも思ってます。オートだとねデュアルシフトがうまく使えないからな、その辺の、問題があるから、まあ一旦魔法パかな、一旦魔法パでやってみてどうかなみたいなところだと思う。オートでいけるかちょっとわかんないな、霊式。はい、いけなかったらガチャやってそれでやります。でガチャ引いても無理そうだったらもう諦めて完全手動でやるけど、まあ、そんな感じでいきますね。とりあえず明日、まあ当日に攻略動画アップできることを願って、といったところで今回動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。